不織布マスクやキッチンタオル、それにパスタなど生活に欠かせない商品の値段を値上げしないということです。イオン九州は系列のおよそ220店舗でプライベートブランドトップバリューの商品の価格を値上げせず据え置く措置を6月30日まで延長します。対象はトップバリューの1万2000品目のうちおよそ5000品目で、パンやチーズなど食品のほか、ハンドソープや除菌シートなどの日用品です。原材料費や燃料費などの高騰で増えたコストは大量生産に加え、箱売りの商品ではラベルを省くなどの企業努力で抑えることにしています。やっぱりね、家計が厳しいですからね、少しでもね据え置きしてくれるならありがたいですね。嬉しいですね、こっちに寄り添ってくれてる感じはあるんで。食品も子供が増えたので、どんどんお金かかるからどうしようと思ってるので、据え置きならそっちで買おうかな。手に取りやすい価格といいますか、まあ、それを目指しておりますから、はい、それでまあ最終的に、喜んでいただけて、生活、物価が上がる中、少しでもお助けになればというふうに考えております。この他に3ヶ月サイクルで各メーカーの人気商品1000品目をお値打ち価格で提供するなど、消費者の生活を応援する取り組みを続ける方針です。